い砂浜、そして灰色の背びれって、あれサメじゃん。まあなんとかなるっしょ。なあヒロミ。おってヒロミ食われてんじゃん。やっぱ映画館って眠くなる。眠たかった。よし、寝ずにいられたね。やっべえ、たかしとゆうこが食われちまった。ここはクラブで鍛えた俺のダンスで切り抜けるぜ。なんか急に眠気が。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。なんとかサメから逃げ切れたぜ。でもみんなと楽しいひと夏を過ごすはずが、とんでもないことになっちゃったな。って、あれ、おかしいな。前からなんか見覚えある背びれが。映画って本当にいいもんだな。
言いづらいんですが。これも勉強ですね。何か言いたいことでも謝罪するまで愚痴ですと思ってんのか。どうしようかな。ほら来いよ。出ろ。よし。どうしよう。やってみろ。俺の番だな。上がって来いよ。どうするかね。100万人早いのだ。あったな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。私は大丈夫。おい、大丈夫か？あんまり調子よくなさそうに見えるが。あ、おじさん。全然平気だよ。ならいいけどよ。
あんま無茶すんじゃねえぞ。うん、マー君のためにも、もっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ。大丈夫か。あ、お父さん、お母さん。大丈夫だよ。それよりお金を集めないと。無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あなた、もしかして春日さんですか？な、なんで俺のことを？めぐみから話は聞いてます。親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんな。それよりめぐみだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで、自分が何とかしないとと思ったんだと思います。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近めぐみが学校に来ないことが多いって。学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。めぐみがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえもんか。この辺でしょ？仮面の殺人鬼が出るとこ。ん？あ、あの看板！動画で見たのってあれじゃない？うわ、本当だ！やばいやばい！聖地来ちゃったよ！写真アップしたらあっちも見に行こう。本物いるかもよ。だね、行こう行こう。聖地だってよ。これが映画やドラマの聖地ってんなら儲けにもなるけど、殺人鬼じゃな。みっちゃんとこの店なんて逆にそのせいで予約キャンセルが出たらしいぜ。マジかよ。
迷惑な噂だな、本当。仮面の殺人鬼の聖地。そんな奴がこの辺に出るのか。あの店主に聞いたら何かわかるかもな。なあ、ん？No. わかった。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。待った。
すいません。いいや。ねえ。うん。ありがとう。それでは。何か。
頑張ってください。どちらまで行かれます。それでは出発いたします。最後の仕上げ、やっぱ出来良すぎじゃん。あざーす。このご恩は必ず返しますんで。おい、お前、何見てんだよ。どちらまで行かれますか。どちらまで行かれますか。
そんなに見ても何も出ないよ。やってやるぞ。さあ、やりましょうか。頑張ります。ほら来いよ。奥の手。やめんな。舐める私の場合も見ますよ。かかってこいよ。舐めるなよ。怪我しますよ。ふざけてるんですか。これでぶっ飛ばしてやる。ほら俺の番だな。やってみろ。ほらかかってきなよ。俺の番か。やっと見つけたぜ。任務完了。いらっしゃい。
ありがとう。どちらまで行く。それでは、また。春日さんが投資してくれたおかげで設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。いいってことよ。この工場が発展すればこっちも助かるからな。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。Thank you.
とちょっと。なかなかいい感じっしょ。どちらまで行かれますか？そうですか。おい、今こちらの方を睨んで。私からのスルビッグだ。送りしてやる。どうしようかな。なめんなよ。奥の手。なめないでくれ。なっちゃった？いや、新入り。頑張れよ。さて、お掃除の時間だ。
よこせ。もういいよ。よっしゃ、お時間了だ。上出来だ。また来いよ。いや、新入り、たくさん買ってけよ。本当に店壊されてもいいんだな。ああ、だから好きにしなって言ってんだろ。なあ婆さん、あんたの店ぶっ壊したってよ、俺だって何も得はねえんだ。春日はどこなんだ。町のもんはみんなあんたが知ってると言ってんだぜ。じゃあみんなが死ねって言ったらあんた死ぬのかい。それが返事か、クソババ。うわっ、うっと、寸止めにするつもりだったんだけど当たっちまったわ。手元が狂った、悪い悪い。俺の質問答える気になったか、ばあさん。おんだ、もう一丁行けや。手元狂っちまわねえように気をつけろよ。来やがったな、カスが。バカだね。なんで来たんだい。来るなって言われると来たくなっちゃうたちなんでね。
あの子さん、大丈夫かい？別に私はあんたをかばってやろうとかそういうんじゃなかったんだからね。分かってるよ。浜子さんはただこいつらのものの聞き方が気に食わなかっただけだろ。ああ、やっぱりあんたは分かってくれてるね。あとは任せてくれるかい？ああ、任せてやるよ。待て！道を開けな、ドサンピン。もう星野会長からお許しは出たのか、トツカ？そんなもんはいらねえんだよ。もうあのジジイには愛想が尽きた。はあ、偉人町の三すくみは茶番だった。俺らには絶対不可侵が鉄の掟だが、トップ同士は仲良くこっそり偽札で稼いでやがった。誰からそのことを？ブリーチジャパンの連中だ。街中に触れ回ってる。おかげで俺らはいい笑いもんだ。ラオマーがうちの若いもん蜂の巣にした件も親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさ。バカバカしくてやってらんねえだろ。こいつらみんなそう思ってる。だからこの俺を担ぎ出したんだ。俺の他にもまだいるぜ。本部内ですら反星野の声は上がってるからな。なるほど。でせっかく神輿に担がれた男が最初にやることが俺なんかを探すことか。ああ、探し出してバラして海にぶちまける。それが俺の第一ステップだ。ええ、でもしそれが終わったらどうすんの？その後偽札ビジネスもそっくりこの俺がいただいてやる。偉人町のすべてを俺がいただくんだ。ダメてんの痛い目見るぞ。ほら、来いよ。どうしようかな。なんでやってよ。どうした？奥の手。やあ！ほら、来い。よし、行くぞ。くそ。あんたの器じゃ清流会は取れねえよ。お山の大将はよそでやんな。少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞ。
そん時はすまきにして川に放り込む。俺は言ったことは必ずやるぜ。返事は？わかった。誰だ？翔だ。今立て込んでるからさ、手短に話すよ。あ？俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバックには近江連合がついてる。最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだった。お前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだね。あれ、もう知ってたの？なんだよ、お礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。悪いな。じゃあもう俺からの情報は必要ないかな。一応聞くよ。なんかあんのか？今ブリーチジャパンのデモ隊がコミジュに向かってる。1000人規模くらいかな。え？部下の報告じゃその大半は近江の兵隊たちみたいだね。なんだって？要するに見た目は堅気のデモ隊だけど、中身はヤクザが勝ち込んできたってかと。連中の狙いは偽札の製造現場、つまり肉の壁の心臓部だよ。近江が偉人さんの偽札を暴こうとしてる。偽札作りの件を知ってるブリーチジャパンからの指示だね。近江は単なる兵隊でしょ。肉の壁をぶっ潰す気か？だろうね。でさ、そこで相談なんだけど、春日君、小見次郎手助けに行ってあげてくんない？なんで俺らが？あんたらで動けよ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。クーデター？マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくん、マブチがクーデターを煽ってる？そう、偉人さんは見せかけだの、上の連中だけで偽札でいい思いしてるだの、あちこちで吹いて回っててさ、おかげで俺への造反者が続出、青龍会でも同じことが起きてんじゃない？だから今コミジルまで手が回んないんだよね。なるほどね。だから頼むよ、お願い。お願いって？でもお願い聞いてくれたらさ、偉人さんも難破君のことはもう忘れるから。ああ、適当なこと言うなよ。マジだよ、俺が責任持って働きかけてあげるから、いい条件でしょ。まあな。でもこっちの条件はかなり重すぎなんじゃね。じゃあ OK だね。ああ悪い、もうのんびり話せなくなってきた。あと一つだけ知らせとく。ブリージジャパンでデモの指揮取ってんのは代表の小笠原ってやつな。ち、切れちまった。コミジュルの手助けをしろとさ。コミジュルの手助けも？その代わりナンバは見逃してもらえるだろう。ああ、おまけにデモ隊の指揮は小笠原なんだと。となるとあいつに話が聞きたいわよね。ああ、クメニア、聞きてえことが山ほどあるんだ。